ここからは、本日パネリストといたしまして、永井雄一郎さん、元浦和レッズでございますにご参考いただきまして、ディスカッションを始めさせていただきたいと思っております。では永井さん、こちらの方ご登壇ください。お持ちいただきまして、はい、今日は一つよろしくお願いします。まずはご挨拶よろしくお願いします。永井一郎です、よろしくお願いします。だいぶ押してます。よく喋りましたね。結構押してるので、どうしようかと思ってそれでずっと聞いてたんですけど、正直僕も不安になりました。もう少しね、こう明るい感じで、やっていければなと思いますので、ちょっとここからはね、少しこう嫌なことも笑顔で聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに永井さんはまだ現役でもあるので、はい、忙しくて全部というわけにはいかないでしょうけど、はい、昨シーズンの浦和レッズの試合はやっぱり割とご覧になっていただいてますか？そうですね、もちろん全部というわけにはいかなかったですけど、はい、何試合かは、はい、見させていただきました。ちなみに簡単に言うと印象はいかがでしたか？印象ですか？正直何がしたいんだろうなっていうような感じですけど、はい、ところもあった、はい、じゃあその辺のところも踏まえて、今日はその永井さんの場合は他のチームもいろいろ経験して、今日は浦和レッズのいいところも知ってれば、はい、他のチームにはあるけどレッズにはないものも多分ご存知じゃないですか？そうですね、本当に浦和に行った時には本当に気づけなかったこととか、はい、そういうのもすごくありましたね、はい、じゃあその辺も踏まえて、ちょっと敵は大先輩2人ということで。そうなんですね。入団した時はもう大い新人みたいな感じですよね。そうですね、足組んで新聞を読んでる先輩の新聞をバーンで撮ってる姿とか、僕ら怯えてこうやって見てました。そういう状態です。でも大丈夫ですね。はい、大丈夫です。大丈夫ですね、はい、じゃあ今日は一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ一応僕も横にちょこんと、はい、つかせていただきます。いやいや、頑張れっていうだけですけど。そうですね、はい、やっぱり僕がやはり浦和レッズにいた頃、必死で戦ってる、それだけだったんですけど、やっぱりその浦和レッズのサッカーってどんなだったのかって聞かれたら、確かに答えられないような感じはあったと思うんですよね。実際、優勝した時とかは石田さんはもうピッチでキーパーポジションとして見られてましたけど、やっぱり強かった時の浦和のイメージとかっていうのは、やっぱこういうサッカーだっていうのはやっぱりありますか？どういうサッカーっていうかね、僕も去年1年間は別な仕事をして、それまではJリーグが始まってから一昨年まではずっとピッチの上で仕事をしてて、現役の時、それから指導者になってから、さまざまな監督の下でいろんなチームとして活動してましたけど、やっぱ結果が出た時っていうのは、やっぱその監督のコンセプトがしっかりしてて、みんなが同じ方向を向いてた、それは間違いないなと思ってます、議論の時もそう、雄一郎がね、選手としてやってた、はい、求められるものに至ってシンプルだったと、みんな分かったって理解してやってます。それとあとミシャのこと、ミシャのサッカーっていうのは、ミシャのスタイルなんですけど、それに順応した選手が集まって、それにみんなが同じ方向を向いて、その選手たちが中心となり同じ方向を向いて、優勝はできなかったですけれども、安定した時期があった。浦和レッズの過去を振り返ってみると、その2回ぐらいなんじゃないですかね、安定した戦い方ができたっていう時期。やっぱりその時はみんなが同じ方向を向いてたと思います。なんとなく、僕の印象だと、ミシャのサッカーですごく楽しくて、実際強かったと思うんですけど、なんか時代ぐらいからちょっとこう、なんだろうな、結果にこだわるというか、ちょっとこう、過程を大事にしているような、なんかそんな印象もあったんですけど、それは実際どうだったんですか？はっきり言ってミシャは僕がいろんな、さっきも言いましたけど、いろんな監督のもとを仕事をしましたけども、彼は究極のロマンチストなんです。本当さっき、雄一郎が言うように、家庭をすごくこだわる監督です、だからそういうところではやっぱ最終的に結果っていうところでは出なかったのは、もしかして当時のミシャさんだったら、ちょっとそこは影響としてあったのかなとは思います。
まあ、そして、まあ、今年から、まあ、お三人が多分今までこう強化部っていう部署では、まあ、やられたことがないというか経験のない3人がやられるということなんですが、その辺はどうなんですか。どうなんですか。そうなんですか。何ですかね。立花社長が、はい、ありがとうございました。はい、まあ、強化部という名前じゃなくてフットボール本部という名前にしたのはやっぱり今までやってたやり方を、いいところは当然残すんですけど、やっぱり今までと全く同じことをやってたのがなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思った。でそういう中で、ここにいるメンバーを揃えたっていうのはそれぞれが先ほど話してますけどいろんな特徴を持ってて、で適材適所で、3人がこう一緒になっていればすごいパワーが出るなと思いました。すごく皆さん不安がってるのは、急にこんなに変えてどうなんですかっていう話は当然あるんですけど、浦和レッズが培ってきた伝統が消えるものではありません。全てをみんなが引き継いでいます。でそういう中でやっていくので私は全く心配していません。西野さんは兼任という、はい、兼任何それ。え、兼任あれですね、なんかやってんすもんね。はい、別で何でなんかやりつつ、何その言い方、こっちもやるみたいな、こっちを両足つくみたいな。そういうこと、そういうことなるんですよね。はいはいはい。それはどうなんですか。それはどうなんですか。そこら辺はなんかやっぱそういう気持ちはある、はい、まず、あれ僕が先に答えました。その話はまあ、西野さんの副業ということはいろいろなところで皆さんの中でお話しされていることだとご心配いただいていることですので、しっかりとお答えしたいと思います。まず西野さんに浦和レッズに来てもらいたいという強い思いがある中で、彼に相談した時に彼の方から、大学の方のゼミが生徒さんが西野さんの授業をゼミでやってる生徒さんがまだ授業が残ってると、で自分が辞めてしまえば彼ら生徒さんたちが行く場所がなくなってしまうということがあって、それだけは責任持ってやらせてくださいということがありました。私どもと思うとしては西野さんにやってもらいたいタスクを明確にして、それがその中で十分にできるのかということを確認して、改めて西野さんに依頼をさせていただいた次第です。こちらが頼んだ時にそういったタイミングであって、またその先についてはきっと西野さんは全力で全てを浦和レッズにかけて捧げるつもりでやってくれることもあると思います。そういったことも気持ちとしては確認をして、一緒にやっていこうというふうにした次第です。この2人っていうのはどちらかというと土田さんはその感情が豊かな方ですごくリーダーシップのある方だって、で西野さんはすごくこう、そのロジカルに物事を考え、科学的にいろんなことを考えられたりするタイプで、この2人がバランスがすごくいいんですよね。どっちかが欠けたらちょっと失敗って言ったら怒られちゃいますけども、やっぱりこの2人が最強っていうところがあると思ったんで、私どもと本当としてはそういったことも承知の上、お願いをした次第です。右脳と左脳ということですね。具体的には右脳なのか左脳なのかというと、右脳と左脳がいいですね。え、2個1ということね。まさき雄一郎が初めてで大丈夫かと言われて、うんって今考えてたんですけど、去年の11月の鹿島戦が終わり、それから何日かしてお前がやれと言われました。まあそれまで社長好きという立場で先シーズンは仕事をさせていただいたんですけれども、もうはっきり言って私自身このはっきり言います、ありません経験が。だけどこのクラブに対する思い、このクラブを良くしたいという思い、そしてこの浦和という町への思い、これは皆さんと同じぐらい持ってるつもりでいます。それをだから言われた時には僕はノーと言えませんでした。
をやるしかないと思いました。そしてその時に一緒にやってくれるパートナーとして西野の名前を出させてもらいました。先ほどあのバランスがいいって言ってくれたんですけど、僕自身は僕のことをある程度理解してます。足りないとこいっぱいあります。こいつはそれを補ってくれます。これからあの本当にあの一緒に、この浦和レッズのために一生懸命頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。俺一言を喋ってるんで、俺一言を喋ってるんで、喋ってみますね。はい、あのご心配いただいているところは本当にあのたくさん伺っておりますし、ただまあ今の経緯、あの土屋からも申し上げましたが、僕もあの石橋さんから電話をいただいて、で大学の常勤のいわゆる終身雇用で定年まで、安定の立場でおりました。一方で自分の会社も持ちながらやっておりました。ですので、その電話をもらうまでは一切考えておりませんでした。可能性があるとも思っていませんでした。でもあの電話かかってきて、おい西やるぞと、お前来るかと言われまして、即答しました。行きますと、やらせてください、一緒にやりますと。一方でその返事の後に僕たくさん仕事してたもんで、大学の教授も含めてどうやって整理しようかっていうのをそこから始めました。で大学に、すぐに相談して、こういう事情で辞めたいんですけどと言ったところ、それは困ると、もう11月っていうのも次年度の教員構成がほぼ決まってる段階ですので、それは困ると、いやでも僕やりたいんですという話をして、大学が理解最大限譲歩してくれて、じゃあゼミ生だけは面倒見ようと、というまでっていうので、今2学年持ってるので、あと2年、週に1回だけは、まあ月曜日にさせてもらいまして、まあ、サッカーの試合が、まあ、休みの日が多いので月曜日っていうのは、はいはい、年間28日ほどになるんですけども、というところで、納得いただいて、でその条件を持ってレッズの方にも、こういう条件付きなんですがというところで、理解いただいて、この仕事に就くことになりました。はい、もう一個だけアピールしていい、はい、まだ喋ります今までずっとしゃべったからずっとしゃべったりしようと。あと大学の教授職でもスポーツビジネスとスポーツマネージメントということを大学に教えてます。学生に教えてます。教える以上はめちゃくちゃ勉強しなきゃいけないです。10年以上すごい勉強してきました、海外も含めて。で、J リーグがやってる経営者の育成講座の JHC って今 SHC スポーツヒューマンキャピタルって言うんですけど、それ5年間コースデザインと先生やってきました。社会人向けの、そこではスポーツ界の、日本のスポーツ界、海外のスポーツ界のいろんな人、社長も来てもらって講座をしてもらいます。それを僕5年間ずっとやってました。という意味では誰よりも、ビジネスとかスポーツマネジメントという観点からの、分析とか J リーグプロ野球球団の見方っていうのはあるつもりです。っていうとまた怒られるんですけど、お前は知識ばっかりやって言われるんですけども、あのそういったところもすごく大事だと思ってまして、僕はレッツっていうクラブはそういった観点からも絶対に日本一、アジアの一にならなきゃいけないクラブだっていうのはずっと思ってました。今度はこの場で来て、そういった知見を久田さんの熱い前進力と、僕がちょっとそこをちょっとこう、なんていうのかな、バランスするっていうか、情報を集めたりしながら一緒にやっていけるっていうのが、すごく僕としてはやりたいってすぐ思ったので、やらせていただいたと。熱いですね、熱いですね。いい感じです、はい。真面目になっちゃいました。すいません、つい真面目になっちゃった。ちょっと口挟んでいいですか。あの宇野と佐野でいいコンビなのが分かったんですけど、ちょっと皆さんもこれお知りになりたいんじゃないかと思うんですけど、スポーツダイレクターっていう立場とテクニカルダイレクターっていう立場で、こう具体的なこう役割の分担っていうのはどのような感じになるんですかね。まあ、比較的あの全体をやっぱり統括するのが、はい、あのスポーツダイレクターで、その補佐というような役割っていうのは大きいんで、かなり被ってて、別々っていうことは大きくはかなり被ってるんですけど、ただ比較的やっぱりその専門分野に長けていくっていうのがスポーツテクニカルダイレクターの役割なんで、まあ、比較的編成とか、いろんなところにどういう選手がいるのか、次のことを考える、まあ、今のことは須田さんが比較的考え、西野さんは常にその先を行って考えて何が必要なのかっていうことを補充してくる、補完してくるっていうような役割でもあるというふうに思います。説明がになってる場合なんですけど、はい、ありがとうございます。
西野さんが16年ぶりですよね、レッツ。16年ですよね。まあ、すごいこう忙しくされてた中でも、はい、レッツのこの動向っていうのはずっと気にされてて、ずっとレッツを分析し続けてきてたと思うんですけど、外から見たそのレッツ、西野さんが見たレッツっていうのはどういうふうにやっぱジャッジをされてたんですか？まず OB っていう観点で、OB 会作ったんですけど、10年ちょっと前に。それは、レッツに関わった人がレッツを離れても、もっとレッツとの接点を作りたいっていう思いで、作りました。逆に言うと、それがないとチームを離れると接点がなくなってしまって、応援したいんだけど、たまにはみんなで集まりたいんだけど、たまには試合で、現役応援したいんだけど、そういう機会がなかったっていうので、そういうの作ったんですね。それっていうのはやっぱり応援したい人がいっぱいいるのに、もうちょっとこうそこをくすぐるとか、もうちょっときっかけ作ってくれたら、もっとたくさんの人がレッツに関わってくれるんじゃないかなっていう思いがありましたっていうのが1点と、もう1点はそのさっき久田さんが言いましたけど、その監督によっていい時とか、そうじゃない時っていうのがこう波のようにあると思うんですけど、その中でもチームが成長していくとか、クラブが成長していくっていうところのなんかこうがなかなか、見えないなっていうのが感じていました。マネジメント的な、まあ、経営的な感じで言うと組織文化っていうんですけど、組織文化っていうものが、レッツっていうのをサポーターとか街とか全部くるめたクラブっていうふうにした時には文化がたくさんあると思うんですけど、株式会社とかチームっていうところの一つのなんか貫いた文化っていうものが、それってじわじわ醸成されていくものだと思うんですけど、なんとなくそれが見えないっていう、なので逆にそこを作ればこんな強いものがないなっていうふうな見方をしてました。またちょっとすいません、真面目にしゃべっちゃいました。いやいや、やっぱりそうジャッジされるんですね。やっぱりこう気になるものがやっぱりないなっていうのが、やっぱりもうみんなが思うところだったってことですよね。でも難しいんですよ、スポーツのビジネス。すごい難しいもので、やっぱり人の感情がすごく、ビジネスに反映されるものだから、運営してる側も監督コーチも選手もみんな感情を持ってるし、そういったところで何かを作り上げていくっていうのは多分普通のものよりすごく難しいところだと思うんです。だからそれできてる J クラブってあんまないと思うんですよ、おそらく。そうですね。でもできてるところもあるような気がするんですよ。そうですね。レッツはそうなんなきゃいけないんじゃないかな。やっぱりそこはみんなが期待してるところですもんね。これだけ大きなクラブですからね。そうなっていきそうな気がしますね。いや、なんかすごく説得力のある言葉が並んでるような、はい、気がしますけど、はい。じゃあ実際こう、まあ、現場の方の話というか、やはり正直途中から大槻監督就任された、まあ、本当に難しいシーズンだったと思うんですよね。日程的にもいろんなこうハードスケジュールの中で、でも結果は出せなきゃいけない、でも出せなかったっていう現実問題はあって、その中で続投っていうところの部分に対してはどういうジャッジを、まあ、先ほどの説明とちょっと被ってしまうかもしれないんですけど、まあそ、まあ、先ほどの話になりますけど、まあ、今回チームを作っていく3年計画で作っていく1年目として、まずこのキーコンセプトのところ、浦和の責任、そこを理解している監督、まあ、そこが大きかったですね。まずやっぱそこのところがまずベースとなっていってチームを作っていく、やっぱそこのところの理解がしっかりできている。まあ、彼はアカデミーでの生活も長く、でその以前はトップチームでのゲームスカウト、まあ、その中で彼と一緒に過ごす時間が長かったわけですけども、そこの理解っていうものはしっかり持っていると。あと我々が提示した、まあ、大まかですけど、ああいう形のサッカー、攻撃的なサッカー、そういう中で彼が本来やりたいサッカーだっていうのも私は理解していました。でそれを一から作り上げていく、今回のキャンプからで今シーズンに向かっていく、彼は十分やってくれると思いますし、できると思ってますということで彼にしました。やっぱりその選手にとっても監督にとっても今本当にこうキャンプがでとても大事な時間っていうのはもう僕も選手としてそれは十分理解していて、今年に関してはそのキャンプにすごく時間をかけてしっかり選手との、まあ、コミュニケーションを取るのももちろん上手な監督ですけど、やはりそういうところは実際キャンプとかは視察というか行かれててどんな感じでしたか？そうですね、もともと今いる現有の選手たち、ポテンシャルの高い選手たちが多いです。で今チーム作りをやってるわけですけども、彼はコンセプトのところでも話しましたけども、個の能力を最大限に発揮するという、
まあ、そういうところも含め、今いい形ですごくいってると思います。で、攻撃的なサッカーをする中でどういうふうな攻撃をやっていくのかという幹の部分、そしてどういうふうな守備をするのか、どういうリスクマネジメントをしながら守備を迎えていくのか、どう奪ったら今度切り替えていくか、どう奪ったらフィニッシュまで持っていく、そこのところの共有をしていくかとか、まあ、そういうところを一つ一つを、コンセプトをちゃんとこう作って、テーマを作ったトレーニングをすることにより今一つ一つ階段を上がっていってるな、みんな同じ方向きながらチームをこう作っていってるなっていうのは、今、キャンプに帯同している中すごく感じています。本当に僕も一日一日彼らと今過ごす中で、だん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 最初正直不安もあったんですけど、今本当に期待感、ワクワク感が本当に一日一日広がってきてるなっていう感じです。やはりこう今よくこう去年昨シーズンよく聞かれたのは、やっぱその主力選手がやっぱ年齢層が上に上がってきているっていう中で、まあ、そこら辺に対しては大槻監督とか、まあ、チームとしてはどのようにこう考えているというか、まあ、年齢が上がっていく中でのそこのコントロールというのは選手らしい、まあ、それしかないと思います。実際私がこの立場で仕事をするときに、まあ、今の選手の契約状況を見たとき、まあ、そのクリーニングが、まあ、そこの年齢だけを考えればですよ、まあ、簡単じゃないなっていうのはすぐ思いました。まあ、でもその中で、もうやっぱりこの3年計画の中でやっぱそこの年齢のバランス、もちろんいいパフォーマンスを続けてくれればそれはそれで31、32、33、もっと言っても本当にあの20代前半のやつら、20代半ばのやつに負けないぐらいのパフォーマンスしてくれればそれはそれでいいです。でも実際そこは難しいっていうのも分かってるように俺らも思う。でそういう中でやっぱそこら辺も視野に入れながら、これからいろんなクリーニング、これからそういうところのクリーニングをしながらやっていかなきゃいけないなと。その3年で今あってのスパンツ、はい、はい、自分から言うと中根さん話させてもらえないから、僕キャンプ見に行ったんですけど、今のまあベテランの選手とかの話もありましたけど、やっぱ今年の一番大事なポイントとしては裏の責任っていうキーワード、あの選手理念の紙をちゃんと契約書に添えてるんですよ。ということはこれをちゃんとしなさいよっていうメッセージをもう契約書から最初の視察の話からずっとやり続けていて、でキャンプ中にやっぱタフな練習ってあるんですよね。しんどい練習当然なのと、体力作りも大事な要素なので追い込む練習あるんですけど、その時に自分の限界をとごまかさずに直面してるかとか、限界迎えてもまだやろうとしてるかとか、そういうのって見てれば分かるんですよ、ね、そういったところで本当に、多くの選手が 100% 全員とは言えないですけど、多くの選手がその自分の限界に取り組もうとしてくるくれてるっていうのはすごく伝わってくるので、いい練習って言うとすごく軽くなってしまうんですけど、すごく選手たちが出し切って、やってる練習を毎日してくれてるなっていうのは本当にキャンプ行って思いました。僕は去年知らないから去年と比較はできないですけど、そういった意味では選手たちも充実感がある一日の終え方してるし、いいキャンプができていると思います。そういった意味ではベテラン云々じゃなくて、まずは裏の責任をちゃんと背負って、取り組んでくれてるか、もうそれができなかったらもう、まあ今久々に言ったようにもうごめんなさいっていうことがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。だからさっきこう後ろに流れた映像とかでも結構、ね、球際とかも結構厳しく行くようになったのかなっていう、あの映像だけ見てもね、でもそんな感じはしましたけどね。昨シーズン途中からもちょっと練習を取材で来させてもらった時とか、はい、ちょっとなんかこうね、裏の時の自分を棚に上げて言うのもなんですけどそうだね、それはどうだった、裏の時の自分はどうだった、裏の時はここはやる時はやるよっていう時だけはみんなもう目の色変えて、はいはい、紅白戦とかはどの JA の相手とやるよりも相手が強かったので、もうそれはもう必死でやってましたけど、やっぱりちょっとこう違うメニューだったりすると、まあ、ゆるーくやってましたけど、まあ、なんとなくそれがこうちょっとなんか悪い意味で伝統として残っちゃってるのかなっていうような感じはありましたけど、まあ、でもその頃はやる時やってたってことだよね。まあそうですね、やっぱりそこはまあ週刊誌とか出ちゃったりとかね、チームとして、だからそんな事件もあったりで、やっぱりその結果を出さないとやっぱりサポーターの方々にももちろん怒られるし、やっぱそこはそういうことをしちゃってるからこそしっかり結果だけにはこだわるみたいな
だからそういう意味ではこう結果に本当にこだわったような、まあ本当に天皇杯でガンバに勝った時なんかも本当9割攻められてて、でやっとなんとかコロッと点取って、でも優勝は優勝だからみたいな、なんかそういう戦い方でもやっぱり勝負強さみたいなものはやっぱりあったのかなっていう、まあそれが決していいやり方とは思わないんですけど、当時メンバーすごかったですもんね。あのよく日本一面白い紅白戦なんて歌いながらね、あのフェスタなんかでも紅白戦見せてくださったりしてましたけどね。そうですよね、それでやってましたが、あとは、まあ、あと思ったんですけどね、最近その選手の、まあ、さっきの移籍の話だったり、まあ、昔僕は若い頃は移籍係数とかってなかなか移籍とかもできないとかっていう中で、やっぱりその選手が今はもうちょっと出れないとすぐどっかレンタルで移籍とか出て、でもう完全移籍もしちゃったりとかで、やっぱりその出れなければコロコロチームも変わるような、なんかそういう感じもあって、なんかこう選手がチームに対してそのチーム愛じゃないけど、まあ、さっきのその裏の責任っていうところに出てきたと思うんですけど、そのチームに対して地域に対してっていう気持ち、だからそういった部分がちょっとこうなんか昔より薄れてきてんじゃないかなっていうのは思うんですけど、どうですかそこら辺は伊佐さん。そこのところはあの僕もすごく感じていて、まあ、今回あの地域のコンセプトのところにそれ出させていただいたんですけれども、これは選手だけじゃなくて浦和レッズというクラブにも僕が思うところで、この浦和の街っていうものを理解せず、もっと理解しなきゃいけない、でその浦和をちょっとないがしろにしてんじゃないのかなっていうのはあの僕自身、感じています。まあ、特に去年あの現場を離れて、仕事をさせていただいた中の一つとして、ホームタウン活動ところだったり、ホームタウンの方々たちと一緒に仕事をさせてもらう機会が多くて、いろんな町の方、行政の方、いろんな方と接する仕事だったんですね。まあ、そういうところからで、クラブを、その人たちと接して、クラブを見たときに、浦和レッズもっとやらなきゃいけないことたくさんあるんじゃないのかなっていうのは実際感じてました。だから選手にも理解をしてもらいたいけども、僕は選手っていうのはクラブの鏡だと思ってて、クラブが変わらないと選手は変わらないんじゃないかなとも思っています。まあ、そういった意味でも、一緒にそういうところ、本当に浦和の責任、これは選手だけじゃありません、現場だけじゃありません、クラブとしてやっぱそこをちゃんと見てこれからやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。先ほどちょっと裏で話しましたけど、試合の日に浦和の街で結果を知らない浦和の方が結構いるっていう、そんな話でしたね。そうですね、まあ俺らが現役の頃は、まあ、駒場が主戦場で、まあ、あの時の試合が終わった後の街の雰囲気と今、まあ、ちょっと距離があるサイズだの雰囲気ともちろん違うあるんですけれども、それだけじゃなくて、なんかこの街との一体感、そういったものは離れたんだったら離れたなりにもっと浦和レッズはやらなきゃいけないとかたくさんあったと、そういうところもこれが変えていくことが必要なんじゃないかな、まあ、ちょっと質問とはちょっとずれちゃったかもしれないですけど、はい、どうですかね。浦和のこう町とのこう触れ合いがこう希薄になってるっていうお話なさってますけど、僕はちょっと聞きたかったのは、どういうところに具体的にそういうのを感じた、先ほど点を知らないっていう話ありましたけど、点を知らない浦和の方がいらっしゃるっておっしゃいましたけど、じゃあどういうところに感じて、これからどういうふうに変えていけばいい、選手にその意識が根付いていくというふうにお考えなのか教えていただけますか。まあ、どういうところで感じているかっていうのは、もちろん僕も浦和に住んでますし、うん、浦和の人たちとの距離感っていうのを僕も持ってますし、まあ、そういう人たちと接していればそれは自然と伝わってくるところです。まあ、しかしそれとやっぱり選手を見ていれば、うん、僕の近いところにいる選手たちを見ていれば、やっぱりそういうところの浦和のこのこだわりに対する思い、まあ、そういったものは年々薄れていってるなっていうのはすごく感じてます。じゃあこれからどうしたらいいのか、今チーム作りの中で一環として今浦和の町で行われるさまざまなクラブとしての活動、そこに選手の派遣、これ今積極的に行おうと思
思っています。僕らあの浦和レッズが最初この浦和をホームタウンとして立ち上がった時、変な話浦和音頭踊ってましたよね。矢倉の周りで選手が南浦和の祭りはお前はいや、浦和音頭踊ればいいってわけじゃないです。だけどあの常にこう町と浦和の町と接して、浦和マラソンも走った、いろんなこのイベントに参加してた、まあ、それをやればいいってわけじゃないですけど、まあ、そういうものも積極的にこれから参加させていただきたい、取り組んでいきたいなと思っています。そういうところから選手にどん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 浦和を理解していってもらいたいなと思っています。ちなみに一つもう一つ質問よろしいですか。あのつい先日皆さんもご承知かと思いますけども、あの新外国人選手、あのケニア出身でしたっけのオーストラリア代表のトーマス・デング選手が加入を発表されましたけども、あのこの選手を取った経緯をちょっとあの、まあ、ネットなんかにも載ってましたけど、ちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか。知りたいですよね。あ、よかったよかった。まあ、私がこの立場で、チームをこれから作っていくっていう中で、外国人選手をどうこれから編成していくか、まあ、それも一つのテーマでした。で、まあ、最初にフォワードに点を取れる選手、結果を残される選手が必要だということで、レオナルド彼に来てもらうことにまずなりました。でその後に、まあ、自分が思ってたこのディフェンスライン、今提示しているこういうサッカーをやっていくにあたり、このかなりハイラインでできるだけ相手のゴールから近いところでボールを奪って端的にゴールを進めていく、言葉で言うと簡単なんですけど、それもすごく進めていくと難しいということは、すなわちそのハイラインの背後には大きなスペースがある、そのスペースをやっぱりやられることだってあると思うんですよ。そしたらそこは個の力でカバーしなきゃいけないことがあると思うんですよ。それはディフェンス、特にセンターバックはスピードがなきゃいけない、まあ、そういうところも考えてバランスを見たときにセンターバックの強化っていうのが一つ頭の中あったんですね。だけど、まあ、実際私がこうこの立場でこう物事を決断するときに、そこのところは実際キャンプでこうチームを作っていく過程の中で判断しようと思いました。でその中で、たくさんの選手テーブルの上に乗っけてみんなフットボール部のみんなで、検討を重ねてたんですけれども、まあ、その中の一人として、今回獲得したトーマス・テングっていう選手がいたんですね。でまあ、キャンプをこう見ていく中で、このタイミングに取る外国人選手、もちろん先ほど申しましたそういう要素が必要な、それプラス、サイドバックも一緒にできるユーティリティさがなきゃいけねえなっていうふうに判断しました。で、トーマス・テング彼はセンターバック右も左もそつなくできます。で、自分の今いるメルボルンビクトリーではセンターバックが主戦場なんですけども、サイドバックもやることがある、右もが主なんですけど左もやることもあるんですね。ということは4つのポジションやることが可能です。だけど、まあ、左の方はちょっとエテクフェーテ伝え増えてなんですけど、まあ、そこまでカバーできるカウントができる選手かなと。で、まあ、先日まで、まあ、日本は予選で敗退しちゃいましたけれども、アンダー23の大会がバンコクで、一極集中でありました。でその中でオーストラリア代表は3位を獲得して、東京オリンピックの出場権を得たわけですけれども、まあ、その大会の予選を中心にうちのフットボール部から、彼を中心にウォッチしに行かせました、まあ、そこで実際彼を見た印象、それと彼と接した印象を持ってきてくれました、ま
それと、まあ、ほぼほぼその時には何人かに絞ってたんですけれども、まあ、その情報、それから、彼をこう、まあ、ライブの映像で僕はキャンプ中ずっと見てたんですけど、まあ、パフォーマンスのところ、まあ、それとあとピッチ上の振る舞いですね。あの彼はアンダー23のオリンピック代表のキャプテンをずっとやってるんですけれども、まあ、キャプテンというのももちろん理解はしてましたけども、そのピッチ上での自然とした振る舞い、レフリーに対して、味方に対して、相手に対して、ああこういう子なんだっていうのはすごく感心させられた部分でもあります。まあ、そういうものを総合的に評価して、あとね、あのインタビューも見ました。すごくあの質疑応答の受け答え、英語は全く分かんないですけど僕まあでも分かるんですよ、分かる分かるんです。ああこいつの人間性はこういうやつだ、直感ですけど、ああこいつは浦和レッズのこういうことをキーコンセプトで戦っていく一番大切な部分、こいつは持ってやってくれるだろう。で社長に、特に本部長に、これで行くよ、じゃあ行けということで、実は発表する5日前に、彼にオファー出しました。5日前ですか。はい、でそれがあの3位決定戦の、前日です。前日かな、当日かな、代理人の前日で3位決定戦が勝ってオーストラリアがこう決まりました。でその時にもうすぐ切り替えたのは最短での浦和レッズの合流いつになるのかを考えた時に、一回オーストラリアに戻ってそこでもう一回日本に来るか、自分たちがオーストラリアに行くのか、そんな面倒くさいこと考えてもしょうがない、もうタイからこっちに来てもらえと思って、すぐ日本に来てくれた。で、オーストラリア代表チームはオーストラリアに、ただメルボルンビクトリー、彼が所属しているチームは先日鹿島で ACL と戦ったんですけど、まあ、そちらの、まあ、行ってる一つの理由もあったんですけど、日本に来てくれた、まあ、そこでメディカルチェックをしてもらい、そこでサインを、まあ、合意してサインをしてもらい、まあ、そこで、もう決まりました。それが今お話できる。なんか右脳がビビビッときたの電撃コンみたいな感じですね。だから持ってたんですよ。長く持ってたんです。ただもう決断したらもう行こうという、そこはもう迷いなかったんです。いやでもなんかあの若くて J リーグに馴染みのない初めての選手が来るっていうのはすごい楽しみじゃないですかね。なんかすごいワクワク感ありますよね。そうですよね。そうですよね。はい、いや楽しみです。さあちなみにもうあのちょっとお時間がね、はい、迫ってきてるんですけども、永井さんなんかご質問はもう大丈夫ですか。僕は大丈夫です。はい。もう満腹ですか。もうお腹いっぱいです。お腹いっぱい。わかりました。まだもうね結果を見ていくしかないので、はい、開幕するのが楽しみですね。わかりました。はい。